はい。遠野絵ですあ。ぬいぐるみが昨日と一緒ですよね。これ、ぬいぐる隊が今家にいないので、数日間なんか北の方に旅してますから、あーぬいぐるみ変わらないと思ってくださいね。あんまり気になさらずに見てください。えー 今日ご紹介したいのは、大川総裁の若い頃の青春短編作品集です。現実無双そしてイディアの世界へということで、東京大学の教養学部時代、二十歳とか21歳の頃の作品集ですね。全部で6編ほどございます。で えー、この小説読む意義なんですけれども、昨日紹介した自分を鍛える道でしたっけこの一番最後のところで、私の小説等を読んで若い頃の考え方を知っていただきたいというのがあるんですね。ですから、特に、 今若い方々はですね、エルカンターレが若い時どんな考え方をしていたのかを知ることはとっても大事だということであります。あるいはそれ以上の中堅熟年世代であれば、今自分が信仰しているエルカンターレを理解するために一つの一助となるような若い頃の物語ですね。 で、えー、タイトルにありますように、現実と無双とイデアの世界、理想世界。こういった、まあ理念の世界と言っていいと思いますが、まあこういったものがですね、この中に出てくるんですが、まあ現実というところで、一番最初第一編にですね、ある演説だったですかね、えー、があって、ここではですね、えー、 東大の教室で試験が終わった時に、えー、この登場人物 T 君、まあもう大川総裁の分身ですから、もう大川総裁って言い方これからしていきますけど、そこにドヤドヤドヤっとですね、あの、A 派、まあ、角丸派みたいなあんな感じの A 派っていう活動家たちがわーっとなだれ込んできて、演、えー、大を選挙して、で、諸君と。 これから学内の民主主義を守るために我々を支持するというクラス決議をしていただきたいとか。こういうぶち上げが始まったわけですね。えーまあ、結構暴力も使うような怖い組織だったと思いますからみんなもたじろいだわけですね。で、岡総裁どう思ったか言ったらおかしいと思ったわけですよね。おかしいと。 そしたらおかしいと思ったらおかしいと言わなきゃいけないっていう教えがエロヒムの本心にもありましたけれども、20歳の大川総裁、スクッとその場に立ち上がって、いきなり演説を始めたわけですね。民主主義を軽々しく口にしないでいただきたいと。あなたたちの言ってる民主主義は単なる権力闘争のことじゃないかと。で、どこにそのみんなのために何かしようという民主主義があるのか。 という意味ですね。で、クラス決議をせよとおっしゃってるけれども、もしクラス決議をするんだったら、あなた方のこの騒音とかですね、これからあの縦勘とか、こういう景観を壊す縦勘とか、騒音、マイクで騒音したり、なんかいろんな外線したりすることを学内でやめるというクラス決議をしたいものだと言ったわけですね。みんな内心拍手してるわけですよ。ちょっと怖いけど。 その通りだって。えー、で、えー、これ何のためにするかといったら、我々の学習権とか生活権、生存権のためにこれを決議しようとするんであると。えーまあ、ここに実は政治の本質があるという話が別の章で出てまいります。それがですね、 えー、現代政治の混迷、政治学緩和という別の短編の中なんですけど、う東大の政治学の教授のところに遊びに行って、そこで法論が始まります。で、えー、この教授はですね、現代政治が混迷しているのはなぜだと思うかねと、まあ、こう、大川総裁に通ってきたわけですね。大川青年に。で、 えー、それについてはですね、まあ、結構逆説で答えておられて、いえ、そもそも混迷があるということ自体が政治の本質ではないでしょうか。まあ、この辺から話が始まっていくわけですね。で、なかなかですね、この、ま、教授対非常に優秀な、この二十歳の学生の一種のディベートが始まっていくわけですね。で、なら君は政治の本質とは何と考えるのかと。 という質問ですね。これ結構根源的な質問ですから、答えるためには、そのもう全人格の力を持ってでないと答えられないと思うんですけれども、大川青年は、たった一言、政治とは、生活の知恵ですと。もっと言えば、集団生活の知恵ですと。この言い切り方は知れましたですね。こんな定義聞いたことなかったです。政治とは、生活の知恵ですと。と だから、我々が生活をするとき、集団生活をするときに、どうやって生きたら、我々は、この幸福に生きれるのか、害をこむらずに生きれるのか、こういう立場から、これを、この、さっていくのが政治なんだということですね。で、現代政治が混迷しているのは、この政治とは、生活の知恵だという、この確信を忘れ果てて、死を末節に入っているから混迷しているんですと。 いうことで、分かりやすかったですね。なるほどって思いました。だから、生活の知恵で考えたら、今、尖閣が結構いろいろと、この、九州、中国からこうおそお、侵略を受けつつある中で、どうしたらいいのか、もう、簡単に答えが出ると思うんですね。そんなの国守らなきゃ、我々の生活は守、あの、安泰ではないじゃないかという議論が出てくると。 思うんですねあるいは緊急事態宣言ばっかりやってですねでその後財政出動してこれから増税をしようとしてる政府に対して生活の知恵から考えたらそんなこの飲食店の人たちの生活から考えてそんなに繰り返し緊急事態宣言やってたら生活が成り立たないじゃないかとでその後大増税しようと言うんだったら我々の生活だって困窮するじゃないかと。 だったらその政策はおかしいでしょう。というような話にですね、スパッと出てくると思うんですね。それがなんかこう、使用を増せず政治とはあんたらかんたらと言ってるうちに、どんどんとこの迷いの中に入ってるんだということで。まあこれがまあ、この小説の中でこの現実を切った、政治の観点から切った鮮やかな、部分ではないかと思います。ですから最初のある演説もあれ、政治的な演説ですよね。 英派が我々の指示をクラす決議していただきたいときたらあのあの、我々がする決議はそんな決議じゃない。我々の学習権と生活権を守るためにあんた方が人に迷惑をかけるのでやめてもらうという決議だと。いうことで,ですね。まあそさらにその後。ただ、この全てをやめろと言われてもあなた方にいきなり感性の法則があるから全部やめるのは難しいでしょうと。だから事前の策として、 これが政治的な判断なんですけど。事前的な、事前の案として、土日のみにしていただきたいと。我々が学習するときにそういうことするのをやめていただきたい。まずそこからだったらやれるでしょうと。こういうまあ、これも生活の知恵から出てくるですね。一種のまあ、この妥協案と言っていいのか、うん、大人の知恵ですよね。そういったものが出てきた。まあこういったものが現実の知恵ですね。 それから、あと、まあ、無双と言っていいのかどうか分かりませんけど、うーん、大川総裁のですね、この女性観みたいなものですかね、淡い青春の恋みたいなものがですね、この日光の旅の中に出てくるんですね。ですから、大川総裁あ、日光の旅ですね、大川総裁は、まあ、こういって政治的なこの演説もする一方では非常に感性の 繊細な、まあ文学青年、あるいは詩を書く青年でもある。まあそれだけじゃなくて、いろんなあ法的な法律の勉強もされる方ですね。で、えー、試験が終わって休みができたので日光へ一人旅に行くわけです。で、えー、この数字結構長いんですけど、後半でですね、その、 ユースホステルに泊まった時の、この、同宿の人たちの中に、大分から来た女性がいて、まあ彼女とユースホステルで夜までこう話し込むような、ああ、ことになったということですね。えー、ところが、あの、翌日はまあ別々に行動して、彼女は何人か仲間と一緒に来てるわけですね。で、多くそ青年は一人で行動したんですけれども、さあ、あバスに乗って帰ろうかという時に、 この、大分の女性たちの一行が、に、また遭遇して、で、彼らは車で来てたので、これ帰ろうという時に、いやもう車は5人乗りだから君乗れないよっていうふうに言われて、ああ、いいですよと、僕はもうバスがありますからという時に、別れ際、大分の女性が、かわいそうって呟いて、ずっとじっとこっちを見てたそうなんですね。かわいそう、かわいそうっていう。で、 えー、大川青年は、いやもうそんなことないから気にせずに言ってくださいと言うんですけど、もうちょっとこう、涙で潤んだ目でかわいそうっていう気持ちを残しながら、大分の女性が去っていくのを見て、ああ、あなたは優しい人ですねと、えー。あなたはきっといい奥さんになると思いますと。で、えー、あなたがかわいそうと言ってくれたことに、僕は、あ,ありがとうという言葉と、さよならという言葉を お、送りしたいと思いますっていう、まあ、ちょっとジーンときた場面があるわけですね。ところが、大川青年は、この大分の女性のことの名前も知らないわけです。向こうも名前も知らない。ただ、ユースホステルで、ちょっと話し込んだだけの関係なんですけれども、ただ最後に、大分の人よと。私はあなたのことを決してこれから忘れない人の一人になるでしょう。 でまた、あなたもきっと私のことを決して忘れられない、忘れがたい人の一人として記憶されるに違いありません。っていう、まあ、余韻のある場面なんですよね。名前も知らない人と,とのこの淡い恋みたいなものがですね、出てて、それが一番最後の夢の中というものの中に、これはすごい夢の国に出て、 国にてですね。すごい幻想的な小説なんですけど、ここでも最後出てくるんですよね。この夢の国っていうか、こう、なんか霊界みたいなところで、えー、追ってに追われる中、ある女性の手を引いて、ずっとこの深い行動を逃げている大川青年がいてですね。もうこの、この世で分かり合えるのはこの女性しかいないということで、 すごい、この、シンパシーを持って、この女性をずっと手を引いて逃げていって、やっとその洞窟から出て、別の世界に入れたわけですね。で、入れてよかったと思ったけれども、なんかふと感じて、後ろを見たら、その女性がもう消えていたと。で、その国は、あの、名前の国という,う看板がかかってて、ここでは名前のないものは存在しないのだと。 いう正しが,きがあったとだから彼女は名前も知らずにここまで一緒に逃げてきたんでだから存在しえなかったのだというですねこう不思議な、うん、ものが、うん、名前を知らないというところでこのダブルで出てきた感じがございましただから私なりの解釈ではその いわゆるこのアメリカンなこの何でもかんでもすぐにこの打ち解けていくけれども結構深みはないというふうなものとの対局にあって繊細な世界なのでそんなそのいきなり名前をこう相手に名乗ってやるというようなことではなくてですねもっともっと繊細な少しずつ近づいていくみたいなそんな関係性がある中でやっぱりその淡い青春の恋みたいなものがあってただ忘れがたいというものですよね 私がまあ、これに近づく、近いような経験を探すとしたらですね、質は全然違うと思いますけど、高校の時に若狭湾に友人たちとこのキャンプ旅行に行った時にですね、向こうで、これも東京ぐらいから来ている二人連れの女子大生の二人と知り合って、そして、え夜一緒に花火をやったりとかしてですね、まあ、親しく話し込んだことがあって、 多分翌日も別れたんですよね。ただ私もその頃17歳だったので、その大学のお姉さんたちと親しくなれたということの、まあ喜びみたいなものもあって、この家に帰ってから1週間ぐらいはその時のなんかこう、キヤキヤした胸のこの感じが消えなかったんですね。忘れがたい人。ただ名前も知らないし、もう顔も覚えてないんです。 ま、それになんか、あえて探せば近いような、そういう青春の頃の感性のきらめきみたいなものを感じさせていただきました。それからもう一つ、イリアの世界の話をすればですね、え、この中に、メルヘン、梅の聖というものがありまして、え、梅が丘にいらっしゃった頃ですよね、大学の教養学部。梅が丘の、この梅祭りの日に、大川青年が、 ある木の梅の木のところにいたけれどもその木には梅の花がまだ咲いてなくてみんな誰も誰一人来ない他のところでみんな賑やかにやってるそれが不憫で大川青年が涙をポロッとこぼした時になぜかそこに梅の花が一輪パッと咲いてで梅の精が現れてくるわけですね十七八の女性の梅の精が現れて ありがとうございますと。感謝を述べて、あなたが涙を流してくださったおかげで、梅の花を今年も咲かす、かすことができましたと。なんか、梅の花が咲かなかったら、古ち大王っていう、なんか、怖い大王がいて、その人になんか自分たちは消されてしまう運命だったのですと。で、本当にありがとうと言ってですね。えー、で、えー、この花をぜひ、あの、あなたにプレゼントしますと。言ったら、大川青年は、いや、木からそれを取ってしまったら、 これは避けなくなるじゃないですかと。って言ったら、い,いえ、花というのは、これはそれをめでてくれる人のために咲くものなんですと。だからどうぞ受け取りくださいと。で、この花を、花びらが5つある花びらを1枚ずつ、これをお取ることによって、自由自在にいろんな時代に行くことができるでしょうと。不思議なことを言い残すわけですね。で、まあ、それから、あのー、本当にそうなのかなと思って、この桜、梅の花びらを、 取っていくと、なぜかこの時代何十年か後に行ったり、もっと先のもうもうすぐ死ぬかもしれないっていうところまで行ったり、でそれ死んだら困るからまた帰ってきたら若い頃お、子供時代の頃に帰ったり、えー、もっともうハイハイするような赤ちゃんのとこまで帰ったりして、最後に今の現代に戻ってくるということでこの花べらを使い果たすわけですね。ところがこの話には続きがあって、 その日の夜、ふと思ってると、今度は、この、梅の姓の姉に相当するものが現れるわけですね。で、えー、妹は人へ、えー、なんだったっけな、人へ観光、寒い紅と書いて人へ観光、姉は八重観光と言うんですけども、えー、妹を助けてくれてありがとうございましたと。 で、妹は、この時間を自由自在に旅できる力を持っておりますと。で、姉の私は、空間を自由自在に動けるという、こういう力を持っておりますと。で、あなたを、これから空間の旅に連れて行きましょうということで。えー、時間と空間のせいだったわけですね。ここにイデアが入ってくると思いますけど。そして、連れて行ったところには、なんか、古知大王のいる、なんか大きな、ウグイス城でしたっけ なんかそういうところに連れて行かれて、で、実は、この、ここまでしか私は行けませんと。で、コチ大王のこのウグイス城の中に、妹の人へ観光が閉じ込められていて、これをどうぞ救ってくださいませと。いうことで、まあ、中に救いに行くんですけれども、コチ大王は、残念ながら、この人へ観光は、この我々の、 世界の美のこの観念に反した行動をとったのでこの彼女は大変残念だがもう消さざるを得ないんだというふうなことで何をこの大川青年が言ってもこれはダメだということでもう涙をポロポロ流しながらこの除名を嘆願するんですけど相ならんということでですね えー、これで、えー、どうしても説得しきれない中に、えー、号泣したい行く大川青年がですね、えー、なぜか最後の瞬間に、この、流れ星。あ、その前にあれですね。あの、自分の書いた、この詩を朗読するわけですよね。でその詩というのが、百億光年の違法人という。 死であって、これがですね、1000億年の孤独につながるような理念なんですけど、100億光年の彼方の星から、100億光年の孤独を背負い、使わされた違法人。という,う、この詩をなぜか、そこのえぇ、ー、ち大王の前で朗読するわけですね。で涙で霞んだ目に、この流れ星が尾を引いた後、星の乱舞がそこで始まって、 千年に一度の星の嵐がそこに見えたとき、その瞬間、この自分は倒れて、ウグイスジョーンも忽然と消えていたという不思議な終わり方をする小説ですね。でこれがまあ、イデアのものだと思うんですけれども、これを読んでいてですね、私なりの感想ですけれども、これ、大川青年が若いときには、この出版をしたかったけれども、出版できなかった小説なんですね。 でも私は、この小説は、芥川賞を取ってもおかしくないんじゃないかという気がいたします。なぜかというと、芥川龍之介の小説と比較したとしても、この、お、るというふうに私に思えないからですね。それから、ま、この芥川龍之介の不思議な小説とどっか、一脈通じるところを感じますけど、全然引けを取ると思わないし、 またこの無双とか幻想小説で大化であるところの宮沢賢治のですね、銀河鉄道の小説とかですね、夜でしたっけあるいは、風の又三郎と比べても、いや、むしろこちらの方が優れてるんじゃないかというふうに感じるからです。で、大川翔さんのこの小説表の中で、この、それ以外のこの芥川龍之介にせよ、夏目漱石にせよ、 あるいは、まあ今言った宮沢賢治やカフカとか、こういう人たちのものと比べても、えー、大川総裁の小説にはですね、この筋と結論がはっきりあると。ここが他の人とは違うところだと思うと。いうことで、やっぱりこう、筋と結論があって、何かをちゃんと訴えるべきものがあって、それがないものは小説にはしないというようなところがあってですね。これが、 おそらくいろんな勉強をしてきて仕事もいろいろとやっていく力をこれから使うことになっていく自分の一つのこの社会的な信用だと思うというふうにおっしゃっててですね。だから小説を書いても コツコツと勉強し、それから下積みをちゃんとやって修行期間を経て、それからだんだんと大きくなっていくという考え方を持っていると、小説一つとってもちゃんと筋と結論とメッセージがあるものができてですね。それが45年経っても遅れてくる人たちにとっての心の糧になるという意味だと思います。まあ、ということで、現実無双そしてイリアの世界へ。小説として読んで非常に魅力的ですし、 中には学ぶべきことがいっぱいあると思いますので心よりお勧めして本日の動画とさせていただきますありがとうございました